さあ今日はポルシェのカイエンターボ GT 試乗編ということで行ってみたいと思います。ラブカーズ TV 川口学です。先日は内外装徹底チェックお届けしましたけれども、いやすごいゴージャスだけれども GT3 のようなそんな1台だったカイエン GT ですけれども、果たしてこれがどんな走りをするのか早速行ってみたいと思います。やっぱり孤高の存在で、まあ比べるとライバルというものが、さあカイエンターボ GT 走り出しましたけれども、これはね一言911の GT3 あれに近い感覚あるだというところですね。それを感じます。なんか911の GT3 もそうだったんですけれども、本当にやっぱりこうカチッとした感じで乗った瞬間に、あこれ普通の車じゃないなっていう乗り味が感じられるわけでしょ。ボディカチッとしてて、サスペンションもスポーティーなんですけれどもストロークがあって、でも普通のなんかこうラグジュアリーな感じのストローク感とは違って、いかにもその入力が入ったらしっかりと動きそうな感じのところでの、そんなサスペンションの感触があるんですけれども、まさにそれに近い感覚があるわけですね。でこの車はもう皆さんご存知のようにニュルブルクリンクのノルドシェライフェで来たコースですね。ここで SUV 最速を達成したという1台ですから、まあ、めちゃくちゃ速い車なので、当然エンジンパワーも上がってますが、やっぱりシャシーをしっかりと強化しているというのが最大の特徴で、まあ、それがないとですねあのコースを走り切ることはできないですから、そこがまずしっかりと作り込まれているということなんですよね。でそれがゆえに乗り始めるとすごいね、だから GT3 とのなんかこう親和性みたいなものを感じる、そんな乗り味があるというところですよね。もちろんこちらの方が大きくて重くて、まあ SUV ですので多少ゆったりした感じというのもあるんですけれども、でもなんかこう根底に流れている感触みたいなのはあの GT3 の研ぎ澄まされた足がよく動くからこその心地よさみたいなものと近いものを持っているというところですね。それが第一印象できますね。で今お台場の街中走ってますけれども、かなりその楽に走ることができます。 PSM は3チャンバー式のエアサスを備えたものなんですけれども、これが当然スポーティーに走れるように強化されているのはもちろんですし、装着されているタイヤ&ホイールもう内外装でもご覧になっていただきましたけれども、ピレイの P0 のコルサですから、まあ、コルサなのでサーキットタイヤみたいなもんですけれども、それを備えていて、でなおかつ、まあ、PCCB も備えていてという感じで、もう走りのアイテムがてんこ盛りなわけですよね。でそれを備えた車であるにもかかわらずこうして走らせると、非常にこうゆったりとした感じの心地いい乗り心地の良さみたいなものを感じるところが、やっぱりポルシェだなというか普段使い忘れてないなっていうことを感じさせるものになってますね。で今回このカイエンターボ GT に搭載されているパワートレインですけれども、4リッターの V8 のツインターボですね。これは通常のカイエンターボと同じものということになるわけですけれども、当然性能アップが図られているのが特徴ということになります。でこのエンジン最高出力は通常のカイエンターボから90馬力アップしています。最高出力が640馬力ということになります。これを6000回転で発生して、さらに最大トルク、これも通常モデルから50ニュートンアップの850ニュートン、これを2300回転から4500回転の間で発生するということになります。そしてこれを8速の AT ですね、まあ、911なんかだと PDK なので DCT なんですけれども、こちらは通常のトルコン AT ですね。8速 AT を介して4輪を駆動する AWD ということになります。でこの車の場合は車両重量2275キロ、0-100キロ加速実に 3.3 秒実現しているということになります。そして最高速、これは300キロ実現しているということになるわけですね。まあニュールで8分を切る7分38秒というタイムで走ってしまう1台ですから、まあ、これだけの速さは持っているぞということですし、それを支えるだけの足回りも持ってますし、ブレーキご覧になっていただいて分かりますように PCCB の超巨大なドリルドのローターがあって、でそれをつかむイエローのキャリパーはアケボノ製のテンピストのですねキャリパーが備わっていると
いうことになるわけで、もう万全の構えを見せているということですね。ただ今街中乗ってる限りはちょっと硬いかなぐらいの感じです。本当にそのぐらいの印象しかない、そんな乗り味ですね。ただサウンドがやっぱりただもんじゃないなっていうサウンドはしてきますよね。低く持った感じで、まあ、今ノーマルモードで走ってますけれども、かなりこれスポーツモデルだなっていう感じのゴロゴロした感じがね、響き渡ってますね。それとやっぱりドライビリティはもうめちゃくちゃ高くて、普段乗りしてる分には本当にアクセルわずかに開け閉めしてる状況でグイグイと前に押し出してくれるだけの、そんな力の出方をしてるなっていうところですよね。じゃあここから高速に乗ってみたいと思います。高速での印象どんな感じかというところで行ってみたいと思います。まあでも先ほど街中で乗っている限りは普段使いを厭わない感じの、そんなですね乗り味の良さもありますし、まあエグゾーストノートも多少スポーティーな感じはしますけれども、そんなになんかこう普段からバリバリうるさい感じのものではないというところではありますよね。で足回りすごく22インチの割にはきっちり動いてるなっていう感じはあるので、この辺りは全然悪くないところですよね。ああでも高速、まあ今呪術なぎになって走ってるような状況ですけれども、この辺りの快適性はかなりありますね。音も結構静かですね、まあ、ロードノイズがやっぱりタイヤが違うので結構ゴロゴロした音が入ってはきますが、それが気になるぐらいで、あとは極めて高い静粛性を保ってるぞっていうところですよね。このような状況であれば長い距離走ってもまあ疲れはなさそうかなという感じではありましたよね。なんか車がこう自分にもっと積極的に運転しろっていうような感覚を訴えてくるものがあるのは間違いないですけれども、とはいえいわゆるその911の GT3 とかそこら辺まで刺激的ではないので、その意味においては長い距離なんかでも割といけそうな感覚は持っているというところですね。さあ中間加速、レディーステディーゴー。いやかなりワイルド、なんかねちょっとポルシェっぽくない感じのワイルドなところがあるかもしれないですね。なんかねなんだろう、これエンジン通常の開演ターボのエンジンとはちょっと違った感じのなんか回り方をするところがあるのかもしれないですね。ほんとなんかパーツがこういろいろ変えられてて、かなりその高回転まで対応できるような、そんななんか強化されたパーツを備えてるエンジンのような雰囲気がありますよね。それともやっぱりエンジンとトランスミッションといった部分のマウントなんかもおそらく強化されてるのかわからないですけれども、なんかボディとドライブトレーンがきっちり締結されている感覚があるので、それがゆえに踏み込むとなんかこう車全体がこうなんか一体となって力の塊が放出されるかのような、そんな感覚すらありますね。それとまあもともと開演系は吊り下げ式ペダルで、ペダルのフィール自体は軽いので割とふわっとした感じのペダルフィールですけれども、それをなんか踏み込んだ時の力の出方がやっぱり相当あるので、かなり思ってる以上にこう力感を感じるというか、軽い操作でものすごいパワーが出る感じっていうのがあるので、車自体が軽々と動くような感覚なんですよね。でまあ、こうして巡航している状態からアクセルに足を乗っければですね、爆発的な加速が始まるわけですね。実際に試してみたいと思います。レディーステディーゴー。すごいやっぱ弾けるように前に押し出されていきますよね。ノーマルモードでもこれだけの感じなので、スポーツだとさらに激しい加速力があって、まあこの辺りやっぱすごい力ですね。この
2275キロの車がもうやすやすと動く感じというのがすんごい伝わってきますね。それと当然ながらスポーツプラスにすると足がめちゃくちゃ締め上がります。なので今まで感じなかった路面のその凹凸とか段差とかっていうのがすっごい感じられるようになって、かなり筋肉質な足の動きしてるなっていう感じがありますよね。なんかこうしなやかに動くんじゃなくて、こうちょっと動きがですね、粗さみたいなのが出るけれどもきっちり踏ん張ってるぞっていう感じがありますね。このような音とバブリングも結構すごいですね。やっぱり相当に バブリングしてますね。ただまあバブリングの音自体はそんなにこう室内に侵入してくるような感じではないですね。スポーツクロノがついてますので、まあ、スポーツとスポーツプラスありますが、まあ、スポーツプラスがいわゆるそのノルドシェライフなんかで多分走るときに最もハードな走りができるモードなんですけれども、ポルシェの場合はスポーツの方がエンジンの音なんかはかなりバブリングさせるようなところあるので、これ今通常の状態からスポーツに変えてみたいと思います。これで音がだいぶ違う、だいぶ変わってきた、違うものになってきた。これはすぐに分かる。今勝手に変速してバブリングしてましたね。じゃあこれでちょっとレディーステディーゴー。すごい弾き出されるような、そしてバブリングがすごいバラバラいってます。でもこれだとエンジンの音はすごくやっぱり変わりますけれども、足は多少締め上がるぐらいの感じではありますね。なので一般道で乗ってても音がだいぶ味わえるという感じですね。これはレディーステディーゴー。このような感じで相当弾けるサウンドになるというところですね。2275キロの巨体が弾き出されてきますね。じゃあスポーツプラスはどんな感じなのか。レディーステディーゴー。あ、すごい。トランスミッションの変速スピードも多分変わってて、かなりそのバチンバチンとつながっていくような感じになりますね。これはやっぱりサーキットとかで走るためのモードだと思うので、このあたり余計にその速さみたいなものが変速でも速さ求められていると思いますし、あとスポーツモードの時より音が派手じゃないっていう、意外にだからスポーツモードの方が派手な音を出しているあたりは、まあ、だからスポーツプラスはエグゾーストもまあ効率よく出してるんだろうなっていうところですよね、きっとね。そういう意味ではこの違いですもんね。これでノーマルで、ここからスポーツにするともう一段音が、まあ、ギアも変わりましたけれども音が大きくなるというところで、さらにスポーツプラスにすると足がより固まるっていう感じで、もちろんスポーツでも足は固まるんですけれども、スポーツプラスにするとよりダンピングがしっかりと締め上がる感じになりますね。なのでこの今首都高の継ぎ目なんかでも結構上下動が出るような感じっていうのがあると思います。これはでもすごいモデルだな。なかなかでも悩ましいですよね。この大きな SUV でこの性能を発揮させるにはやっぱりサーキット必要になってくるし、でもこれでサーキット行くのかっていうとなかなか悩ましいところもあるし、という一台ではありますね。ただやっぱりそう考えると
あんまりこう意味のない無駄な存在のように思えてはきますけれども、でもやっぱりブランドとしてはすごく大切な一台ですし、特にポルシェとしては重要な一台だと思うんですよね。というのもやっぱりカイエンというモデルがどこまでパフォーマンスを発揮できるかということをですね、証明するという意味合いにおいては、これはやっぱりかなりのですね、証明を行えているモデルですから、その意味でも重要ですし、まあ、例えばこのアーキテクチャを使っている SUV っていうのは他にベンテイガとか、ウルスとかそのあたりもあるわけですけれども、そういったモデルとその何が違うのかっていう部分を考えた時に、まあ、もちろんウルスなんかも今後ハイパフォーマンスなモデルは出してくるでしょうけれども、それらとは違うポルシェとしてどんなものをその提案するのかっていう部分において、やっぱりそのサーキットも行けてしまうほどのパフォーマンスを作り込むことができますよというのを、このカイエンクーペを持って示しているというのもありますし、ポルシェのテクノロジーを注ぎ込めば SUV であってもそこまでパフォーマンスの高いモデルが作り出せますよという証であるので、そこはすごく意味のあることなんですね。だからこの車は台数がたくさん出る車でもないですし、あくまでイメージリーダーだとは思いますけれども、そういう車があることによってモデルとしての性能を PR できますし、ブランドとしての可能性みたいなものも PR できるいい存在ですよね。だからその意味においてもすごく重要な位置づけにある一台ということですよね。いや、いい音するな。やっぱりあの GT3 の4リッターのフラット6めちゃくちゃ気持ちいいですけれども、この4リッターの V8 のツインターボでもここまでやっぱり出力上がってチューニングされているとなると、相当に気持ちいいものがあるなということを今回改めて感じる部分でもありますよね。まあその意味でもやっぱりこのカイエンターボ GT 相当に存在意義がある1台だなというところですね。でまあ比べるとライバルというものが X6M とか X5M とか、まあ、AMG の GLE の63とかのあたりになってくると思いますが、それよりもさらにハードな仕立てになっているので、やっぱり孤高の存在というところですよね。比べるものがちょっとないよねっていう感じの一台にはなってますね。なのでこれはなんか本当にもうオンリーワンの存在という感じがありますし、まあ、この性能だと今後登場してくるだろうウルスのハイパフォーマンスバージョンとか、あるいは DBX の707とか、あのあたりと比べてもってことだと思うんですけど、でも相当これはまあ、サーキット志向というかハード志向なんで、その意味でもやっぱりここの1台なのかなっていうところですよね。その意味ではなんか同じポルシェ の GT3 とか GT4 とかあのあたりのなんかこう車と比べた方がいいんじゃないかと思えるような記載する SUV というね、ここがまた不思議なところなんですけど、そんな1台になってますね。まあ、だから自分で欲しいかどうかって聞かれたらそんなに欲しいって思わないですけれども、あのカイエンだったらね、もっとラグジュアリーな感じで乗りたいなっていうのは自分が思ったりするところですけれども、でもこういうことができるんだっていう驚きはやっぱり素直に感じるだけのプロダクションになってるので、その意味においてはやっぱりポルシェすごいもの作るんだなというのはよーく分かる本当に理解できる、そんな一台であることは間違いないですよね。その意味ではもうほんとここまでやるのかという、半分呆れた感じもありますし半分感心しているような、そんなですね考えを覚える一台に仕上がっていると思います。この音ですもん。
SUV とは思えない、そんな走りが堪能できる一台でございます。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカース TV では取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカース TV 川口学でした。